ありがとうよ。なんだ、シゲルも連れてきたのか。近頃こいつやんちゃ盛りだからな。一体誰に似たんだろうな。俺がガキの頃はもうちょっと聞き分けが良かったぜ。それは俺を煽ってきたバカ野郎がいたからだよ。見かけねえな。大方道に迷って食い物でも探してたんだろう。そんなはずねえだろ。日の本からわざわざこんなところまで来る水凶なやつなんざいるはずが。水凶なやつで悪かったな。やっと見つけたぜ、てめえら。こんなクソ田舎に引っ越しやがって。言葉もろくに通じねえこの国で探すのにどんだけ苦労したと思ってんだ。知らない。てなわけだ。もちろん最初は面倒で断ったが、強引に押し切られちまってな。しかしまさか。ガキまでこさえてるとはな。親父に似ず素直な性格に生まれてよかったじゃねえか。うるせえな。俺に似てるから素直なんだよな、あ千鶴。それにしても意外だな。お前子供が好きそうにはとても見えねえのに。鬼の里は滅多にガキが生まれねえからな。一族の子供は大事にするのが掟なんだよ。さて、あいつも寝たところでそろそろ本題に入るとするか。ガキの前でする話じゃねえしな。ああ、お前らこんな田舎にこもってて日本が今どうなってるのか知らねえだろう。まあ今回はそれも含めて教えてやりに来たんだよ。大方予想はついてるだろうが、旧幕府や新選組は負けた。もう3年も前の話だ。
そうか。今日の本はそんなことになってやがったのか。ああ、今お前らが日本に戻っても罰を受けることはねえだろうから、そこは安心していいぜ。まあ新政府も人手不足だからな、新しい国を作り上げていくためにはなりふり構っていられねえってことだろ。千鶴、代わりの酒はまだあるか。すっかり尻に敷かれてやがるな。たまたまだよ。普段は亭主関白なんだからな。いや、俺もそこまで野暮じゃねえよ。こっちとしゃ、さっさと日本に戻って姫さんへの報告も済ませてえしな。じゃあそこまで送るぜ。久しぶりの客人だしな。ここまででいいぜ。原田はともかく夜中にガキを外に連れ出すのも悪いしな。俺はともかくってどういう意味だよ。こいつ将来大物になりそうだな。目を覚ます気配もねえとはよ。大物になる？当たり前じゃねえか。俺の息子だぞ。言ってやがれ。嫌なこった。俺様の話を聞かせてえなら、お前らの方から出向くのが筋ってもんだろう。お前らが来るってんなら、居場所くらいは分かるようにしておいてやるからよ。正直に言うとな、以前の俺ならここに来ること自体断ってたと思うぜ。もちろん姫さんから頼まれたってのも理由の一つではあるが、それでもこんな面倒なことを引き受けようと思ったのは、お前らが選んだ道ってやつを確かめたかったからだよ。知らない。光栄に思うよ原田。この俺がここまでしてやったのは人間じゃ高すぎ以来だぜ。感謝するぜ、知らない。それじゃな、三人とも達者で暮らせよ。みてえだな。
知らぬいが来てくれてよかったこともあったよな。あいつが来てくれたおかげで、しげるのやつに未来を作ってやれる。ああ、そうだ。お前には言わなかったが、前からちと考えてたことがあるんだ。俺たちが日の本の人間だってことを、将来こいつにどう説明すりゃいいのかってな。もちろん俺たちはあやふやな理由でこの土地に来たわけじゃねえが、それでもこいつが俺たちの身の上について知ったとき、日の本から逃げてきた奴らの子供、明治政府に逆らった武士の子供、二度と日の本に帰れねえ身の上、そんな引け目を感じたりはしねえだろうかってな。その憂鬱も晴れた。こいつが将来日の本に戻ったとしても、俺たちのことを悪く言う奴はいねえだろう。確かに、なくしちまったものは俺たちが思ってたより多かったみたいだ。知らぬいから聞いた話で実感したぜ。だが、そのおかげで手に入ったものもある。今こうして俺たちの腕の中にな。こいつを守り育てることが俺たちの新しい戦いだ。知らぬいのやつが言ってただろう。幕府側について戦った人間にも恩赦が出たって。俺たちがこうして大陸に来たのは、元新選組って立場だといつとっ捕まるかわからなかったからだ。だが、これからはもう罪人として捕まる心配がねえってんなら、何も言わなくても俺が考えてることが分かっちまうんだな。俺は口がうまい方じゃねえから助かるが、隠し事はできそうにねえな。こいつがもう少し大きくなっていろいろなことが分かるようになったら聞かせてやりてえよな。日の本にいた頃の俺たちの子、新選組の子、いろんな縁があって
俺たちは今こうしてここに立ってるんだってことが。そしてこいつもいつか自分で自分の道を決める日が来るだろう。一旦寝ちまったら雷が落ちたって目を覚まさねえだろ。